この店この味、今日のお店は上にちょっとわさびがアクセントですごく美味しかったです。和食一筋の父が作るオリジナルランチとすごく優しい味で美味しかったです。何口でもいけます。双子の娘が手掛ける優しい味のお菓子、あれこれっていうよりかはもう今のスタイルをずっと貫いた方がいいんじゃないかなと思います。親子2代隣り合わせのお店が登場します。霧島市隼人町、日向山温泉でも知られるこの町で観光客から地元客まで幅広い人気を誇るのが春菜上村。店を開いたのは福本晴美さん。10代から日本料理店で修行を重ね、半世紀にわたって和食と向き合ってきました。還暦を機に自分の力を試したいと勤めていた料理店を辞め、現在は妻ひろこさんと共に自分たちの店を切り盛りしています。大工さんお一人と自分たちで手伝って半年ぐらいコツ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 、ね、そうやって回収してきましたね。店舗はひろこさんの実家が所有していた住宅を譲り受け、自分たちでリノベーション。6年前に開業しました。 SNS や口コミで人気が広がり、満席になることもしばしば。すごくバラエティ豊かで、熱いものは熱く、本当美味しいです。とても美味しいです。春菜上村のメニューはメインを肉料理と魚料理から選べる週替わりの松花堂ランチ。最初はですね、一つだけだったんです。お客様がたまたまお肉の日に来店されてご注文なさっても、私はお肉がちょっとダメなんですよっておっしゃれば、代わりのものがないんです。じゃあお肉かお魚2つ揃えようかっていうことで、選んでもらえるスタイルに変えたんですね。箱に自体が松花堂という名前なんですよ。松花堂の中に入ってる小鉢であったり、そういう品々が詰めたものをお出ししているので松花堂ランチにしたんですね。取材に訪れたこの日は、おからに大根の唐揚げ、味噌かけ、根菜とこんにゃくのきんぴらなど6種類のおかずと、メインの肉料理は若鶏の天ぷら甘酢あんかけ。カラッと揚げた状態の鶏肉に上から甘酢のあんをかけた料理ですよね。あんの作り方はかつおだしに、あと砂糖、酢、みりん、濃い口醤油とか、私の分量で合わせて薄くとろみを片栗粉でつけてます。店主オリジナルブレンドのあんにカラッと揚げた鶏肉の天ぷらを合わせた一品。そして魚料理はお魚とナスの梅煮つけです。梅煮つけっていう名前に惹かれて、上にちょっとわさびがアクセントですごく美味しかったです。やっぱなんか子供にもちょっと魚食べさせたいけど、お肉と両方とも頼めないときに、ちょっとずつこうお魚も子供とか食べさせたいんでね。魚食べたね。今が旬のつむぶり、アジの一種をかつおだし、醤油、砂糖、みりんで味を整えたタレで味付けし、隠し味に生姜と梅でさっぱり感を演出。わさびがピリッと後を引く一品です。はるみさんのこだわりはこんなところにも。松花堂にかけるドレッシングは全て自家製のものを使ってますよね。自慢のドレッシングはごま、玉ねぎ、大根おろし、味噌の4種類。来店客に好評で販売も始めたそうです。もう今のまま結局持続するしかないですね。あれこれっていうよりかはもう今のスタイルをずっと貫いた方がいいんじゃないかなと思います。そして春菜上村のお隣にはこんな店が。いや、めちゃくちゃおしゃれでしたね。ちょっと見えなかったんですけど、外見がですね。だけどちょっと隠れ家みたいな感じで、すごいいいかなと思いましたね。
福本さん夫婦の娘が営む焼き菓子店星屑です。双子の姉妹が一緒に何かをしたいという思いから開店。天才糖を使った甘すぎず優しい味の焼き菓子を提供しています。学んでなくて独学でやってます。店頭の一番人気はこちら、山みたいな、すごく優しい味で美味しかったです。何口でもいけます。卵を使わずに小麦粉とバターと天才糖のみで作っていて、焼いた時に山みたいな形になるので山みたいなって名前にしました。その他にもゆらぎや粉みたいなどネーミングも面白いお菓子が盛りだくさん。隣の両親のそこでも販売できるようにしてつながりが持てるようにしたいなと思っています。娘たちの店を父晴美さんはどう見ているのでしょう。もう成功するなじゃなくて成功してほしいですよね。やっぱりもう全然自分たちの道ですから自分の好きなことをすればいいし、まあ確かに最初は期待と不安は両方あると思います。だけど開店と同時にお客さんの長蛇の列ができた時には、ああ大丈夫だなっていう、もう安心しましたね。うちにもこんな列できないのにっていうぐらい。これからも親子二代隣り合わせで仲良くお店を続けていきます。いやなんか本格的ですね。この松花堂ランチ、本当に一品一品こだわりを感じられて、うん、いろんな種類が食べられて嬉しいですよね。肉ですか魚ですか。あ、どっちも迷いますね。でもお肉とっても美味しそうでした。じゃあ私は魚ということで。いいですね。そしてまたお店の隣には全く雰囲気の違うスイーツ店があって、うん、とてもワクワクしますよ ね。帰りにお土産で買って帰るっていうのもいいかもしれませんね。いいですね。では場所の確認をしていきましょう。霧島市隼人町、 JR 日向山温泉から車で5分、住宅街の中にあります。選べる松花堂ランチは1500円、週替わりのメインディッシュはお店のインスタグラムで発信しています。そして春菜上村のお隣が娘さんたちが営む焼き菓子店星屑です。